デビルズダイス配当の武器器、スケシマ真実イラストのライトノベル。角川スニーカー文庫より、2008年4月現在、期間2巻。義母とその内縁の夫に敷いたげられる毎日を送っていた高校生、白川祭。金を稼いでこの家を出て、姉さんと二人で暮らす。そう強く願う祭は、ある時、考古学者であった父が残した研究ノートに書かれていた。 デビルズダイスを手に入れる。それをきっかけに彼の人生は大きく変わることとなった。各辺1 0ト、mm、ルほどの黒いサイコロで2つで一組、古代の遺跡から発掘されたとされている。この物語の中核をなす重要なアイテム。デビルズダイスの一番の特徴は数字を確実に投資できるという能力にある。使用者があの数字を知りたいと念じつつデビルズダイスを振ると、 ダイスは、目の組み合わせで0から9までの数字を表すことで、その数字を使用者に教える。デビルズダイスの教えた数字が外れることは、絶対にない。二桁以上の数字を投資する場合は何度か、デビルズダイスを振れば、上の桁から順に知ることができる。何らかの事情で投資ができない場合や、投資すべき数字の最後の桁まで示した後さらに、ダイスを振った時、ダイスは止まる前に、 持ち主の手元に自力で戻ってくる。また7のように数通りの表し方がある数字の表し方は使用者の決定に従う。つまり6と1で7を表すと決めてダイスを振れば4と3、5と2などの組み合わせは絶対に出ない。投資できる数字は4択問題の正解の番号、銀行の口座番号、パスワードなど、 数字であればほとんどすべてを投資でき、未来における数字も絶対に外すことなく投資できる。唯一投資できないのは人間の死亡予定時刻だが、これも何らかの条件を満たすことで投資できるようだ。アルファベットやひらがなも数字に対応させることで投資が可能。他にも使い方次第で様々なことを知ることができる。地のダイスのみを使った物事の判定もできる。 その際、誰々は、今金を持っているかなど、抽象的な質問には、ダイスは答えない。誰々の銀行預金は、現在1000万円以上か、など、具体的な質問には、と、罰での整合判定が出る。これを使えば、考えられる可能性すべてに対して判定する、ことで、より詳細な情報を手に入れられる。現在、デビルズダイスは、サイが持つ2つのみ登場しているが、 奈良の焦燥院に、さらなるデビルズダイスかもしれないものがある。それに関しては詳しいことは不明。デビルズダイスを狙い、才を追う巨大組織。その根は広く、警察の上層部に働きかけたり、広域暴力団を自由に動かしたりすることができ、人一人ほどの死であれば隠蔽することも可能。たくさんのセクションに分かれており、それぞれ兵器開発などを多岐にわたって手がける。 財団の最終目標は、地球全体を管理し、コスモスへ導くこと。これは現在のみを考えたものではなく、例えば各国首脳に働きかけ紛争を起こすことも、兵器技術の進歩や人口の削減という観点から、対極的にはコスモスなのだ、というのが財団の主張である。歳を追っているのは、財団の中の古代文明を研究するセクションの一つ。 デビルズダイス対策室という部署。神はサイコロを振らない ISBN978 から4から04から47万3501から2悪魔はサイコロと笑う ISBN978 から4から04から47万3502から9。ありがとうございます。